正行為の全貌を徹底調査します。道の青少年体験活動施設ネイパルをめぐり、5つの施設の運営を行う業者を選定する際に、道の担当課長が特定の業者が有利になるよう支援していた問題、道が設置した第三者委員会の初めての会議が今日行われ、弁護士など3人の委員が不正の動機などを詳しく調べることが確認されました。